兄ちゃん、明日準備して大丈夫そう？忙しかったら無理しなくてもいいんだからね。私とお母さんだけでも行ってくるし。さすがに長男が父親の命日に墓参りしないのはなしだろう。大丈夫、今日急いで抱えてる案件あらかた片付けてきたから。さすが秀才は違うね。でも本当に大丈夫？最近は結婚式の準備とかもあってなかなか休めてないんじゃないの？結婚式の方は大丈夫、あやみが率先して動いてくれているし、正直結婚式とかどうすればいいかわからないからさ、希望も特にないから彼女がどんどん意見を出して動いてくれているのが本当に助かるよ。いいの？結婚式の準備ないがしろにしたって、未だに旦那さんのことを恨んでいる友達いるよ。それは怖いな。恨まれないように積極的に話は聞くようにしているよ。それで明日なんだけど、10時に車で実家まで行けばいいんだよな。母さん迎えに行ってそのまま墓参りって感じだろ。それなんだけど、実は私今日実家に帰ってきているのよ。このまま一泊して明日一緒に墓参りに行こうと思って。じゃあ車に乗るのは母さんと遥かってことだな。お願いします。実家寄る前に遥かの家も寄ろうと思っていたから、迎えに行く手間が省けて助かるよ。お兄ちゃんってスパダリだよね。妹の私が言うのもなんだけど。スパダリ？なんだそれ。スーパーダーリン、何でもできる女性の理想を詰め込んだ男性ってとこかな。そんな言葉があるのか。さすがにあれそこまでじゃないと思うけど。いやいや、高身長で高学歴で高収入じゃん。上には上がいるって。いい大学の法学部出て弁護士として大活躍している人が何言ってんのよ。それに家事だってできるし気も利くし。何か欲しいものでもあるのか。そういうんじゃないわよ。知ってる？私お兄ちゃんを紹介しろって同級生に結構言われていたのよ。俺モテてたってこと？あやみさんもお兄ちゃんもスパダリでこんなにいい人と出会えたことは奇跡って言っていたもん。なんか照れるな。あ、そういえば来月の結婚式なんだけど、俺とあやめは先に式場に行くから、母さんのことははるかに頼んでいいか？え？え、なんか都合悪かった？いや、え、結婚式って来月なの？え、招待状送ったはずだけど、あやみが席順とかも全部決めてくれて、席次表も作ったって言っていたぞ。来月のいつ？第2土曜日。よかった、その日なら私は大丈夫そう。お母さんにも今聞いたら大丈夫だって。よかった。さすがに親族席がガランと開くのはちょっとな。にしても何かの手違いか。もしかしたらあれかも。あれ？ちょっと前にニュースになっていたのよ。郵便の配達員が仕事をサボるために配達するはずの郵便物をいくつか捨てていたって事件。あやみさんはきっと私たちは親族だから返事が返ってきてなくても頭数に入れてくれていたのね。そんなひどいことするやつがいるのか。悪い、俺がもっと早く確認しておけばよかったな。私たちはいつ結婚式なんだろうねって話していたんだけど、聞けばよかったわ。とりあえずあやみにも話しておくよ。多分席次表もできているし問題ないとは思うけど。今日のうちに知れてよかったわ。詳しい場所とか時間は改めて招待状を明日持っていくよ。オッケー、スケジュールだけまるっと一日開けておくわね。ありがとう。じゃあまた明日。なあ、せっかくここまで隠し通せていたのに。命日の墓参りがあるって聞いて嫌な予感はしていたのよね。私も一緒にいて見張っておけばよかったわ。え、あやみさん、まさか結婚式のことがバレるなんてね。あんたたちに招待状が行っていないのは送ってないからに決まってるでしょ。招待状を送るのだってただじゃないんだから。招待したくない人間のためにお金使うとかもったいないでしょ。何？え、あゆみさん何を言っているんですか？ていうか、いきなり連絡があって何事かと思ったら本当に何事ですか？スマホを乗っ取られてます？本人に決まっているでしょ。あまりにも挨拶の時の印象と違いすぎて、今までは彼の前だったし猫をかぶっていたのよ。でも LINE は1対1だし猫かぶる必要ないでしょ。それとまさか告げ口なんてする気じゃないでしょうね。猫かぶっていた？告げ口？ちょっとあまりも急すぎて。説明面倒だからサクッと本題に入るけど、あんたたちには出席してほしくないから結婚式欠席してくれない？欠席？ここであんたたちと彼の縁を切っておこうと思ってね。縁を切るってなんでそんなこと。
だって母子家庭って世の中の底辺じゃん。は？彼は母子家庭でも立派に育ったけど、みんながみんなそうじゃないし、現にあんたはただの会社員、母親だって車椅子生活の引っこもり。ちょっと待ってください、母はまだ現役で在宅で仕事をしています。在宅で仕事なんてたかが知れているでしょ。っていうか私が一番嫌なのは親族席に両親揃って座っていないってことよ。私の両親はいて、両親へのサプライズとかいろいろ企画も考えているけど、母親しかいないならもういっそのこと誰もいない方がいいでしょ。見栄え的にも。見栄え？何かそういうことだから結婚式には来ないでちょうだい。兄の結婚式を妹として見届けてはいけないということですか？そうだって言ってんでしょ。これ以上彼につきまとうのはやめて。どこまで帰省する気だったか知らないけど、彼はあんたたちに帰省されるような人じゃないの。帰省してるつもりなんかありません。そもそもうちに父親がいないのは事故で亡くなったからです。しかも5年前、私も兄も成人してからの話です。それが何？母が車椅子で生活をしているのも当時父と事故に遭ったからで、生活に苦労して育ったとかそんなことはありませんし、母は車椅子での生活になりましたが、バリバリ働いて自分のお金で生活しています。車椅子の母親が親族席に座るなんて考えただけで見栄えが悪いわ。そもそも車椅子の対応って面倒なのよ。それにね、私だって交通事故に遭っているんだから。え、それは初耳です。ちょうど5年前よ。雨の中車を運転していたら急に飛び出してきた歩行者がいて、ありゃきっと当たりやね。急いでハンドル切って電柱にぶつかって車にだって傷がついたし、私はムチ打ちみたいになって大変だったんだから。それじゃあ事故がどれぐらい大変なものか分かっているってことじゃないですか。事故なんてよくあることなの。それを特別取り立てて騒いで、父親がいないなんてお涙ちょうだいでもするつもり？そうやって彼にいつまでも寄生して、事故で父親を亡くしたかわいそうな悲劇のヒロインになられても困るのよね。彼の時間もお金もこれからは私だけに使われるべきなんだから。本音はそこですね。よくわかりました。兄が私たち家族を気にかけたり、こちらにお金や時間を使うことがただただ許せないんですね。あんただって今までこんなにうるさい女だってことを私に隠していたじゃない。猫かぶりはお互い様でしょ。私は猫をかぶったりなんかしていません。もういいわよ。こっちが担当直入にお願いしているのに、それでも結婚式に来たいわけ？兄が結婚するというのなら、じゃあ好きにすれば。こっちだって好きにさせてもらうから。まったく5年前の事故の当たり屋と同じね。あの時男と女がいて、女の方がキーキーうるさいってありゃしなかったわ。まあ東北なまりが強かったからほとんど何言ってるかわからなかったけど、それより私はどうなっても知らないからね。結婚式に来るなら来てみなさいよ。後悔するでしょうから。本当に席が用意されていなと思いませんでした。ご自分の株を下げるだけなのに。まさか本当に結婚式に来るなんて思ってなかったのよ。あんたみたいな底辺がずうずうしすぎない？私言ったよね、こっちだって好きにさせてもらうって。大人げないとは思いませんか？大人げない？どこが？自分の要望を通すためにいろんな方に迷惑をかけることになるんですよ。迷惑かけてんのそっちでしょ。私は迷惑かけられて困っているの。来るなって言ったのに結局来ちゃうような非常識な人につきまとわれてね。兄が結婚報告の時に嬉しそうだったことが頭から離れなくて、結局ここまで黙ってきましたけど、さすがにあなたを家族だなんて思いたくないです。奇遇ね。私はあなたが家族だなんて思いたくないの。実家もバリアフリーにするためにリフォームしているでしょ。そのお金彼が出していることを私知ってるのよ。そんなお金があったら私のためにもっと使えたはずなのに。兄がリフォームのお金よ。弁護士で稼いでる彼以外に誰が出せるっていうのよ。そうやって何かあるたびに大地さんにお金をせびり続けるつもりでしょ。結婚式だって豪華な食事が食べられるチャンスだもんね。だから来たかったんでしょ。いやしい奴らは招待していないのにずうずうしいわね。寄生虫薬は書いてもらえます？言われなくても帰ります。ご祝儀は置いてけよ。私が使ってあげるから。客観的に見てどちらが怪しくてずうずうしいかわからないような人と家族になりたいとは思わないので、
喜んであなたと縁を切らせていただきます。私の夫との縁もサクッと切れよ。あやみさんから聞いてるかわからないけど、私とお母さん帰るね。え、なんで？これから挙式なんだぞ。私たちの席はないんですって。招待してないのにずうずうしく来るな、いやしいって言われちゃった。は？招待客リストに私たちの名前もなかったから、式場側もあたふたしていたわ。これ以上式場側にご迷惑をかけるわけにもいかないし、あやみさんにも招待してないから帰れって言われたから、このまま帰ることにするね。ちょっと待ってくれ、あやみがそんなことを。え、本当に？こんな感じでやりとりしているわよ。嘘だろ。お兄ちゃんが幸せになるならと思って黙ってきたけど、彼女猫をかぶっているみたい。信じられない。寄生虫ってなんだよ。そんな風に思ったこともなければ、俺に寄生した事実なんて何一つないのに。何を言っても無駄でしょうね。思い込みっていうか、なんていうか。ごめん、気分悪くさせて。彼女との LINE のスクショ全部送ってくれるか。こんな状況で母さんたちもいないのに結婚式なんてできないし、一旦結婚式は中止するよ。あともう一つ。なんだ？彼女5年前に交通事故に遭っているみたい。男性と女性の当たり屋が急に飛び出してきて、ハンドルを切って電柱に当たったって。え、事故？それは初耳なんだけど。その時に当たり屋の女性が東北なまりで騒いでいたとかなんとか。え、はるか、まさか。ちょっと待っててくれ。俺の声を使って少し調べてみる。あんたのせいよ。あんたのせいで私は結婚式を白紙にされて結婚もなかったことになったんだからね。せっかく捕まえたスパダに返してよ。私のせいって何ですか？あんたが彼に告げ口したこと知ってるんだから。寄生虫が寄生先をなくしそうになったからって私の悪口を散々彼に引っ込んだんでしょ。母は会社を経営しているし、私はその下で働いているのに寄生ですか？え、会社経営？在宅で経営者として働いていますよ。どうしても出社が必要な時は私が迎えに行っています。年商30億の会社の経営者ですけど、兄に帰省する理由がどこにあります？ちょっと待って、そんな話聞いてないんだけど。聞く前に勝手に解釈して思い込みで底辺だなんだと騒いだのはあなたでしょ。何より母の方が稼いでいますし、実家のリフォームだってもちろん母がお金を出して自分で使いやすいようにリフォームしています。私や兄がお金を出すと言っても全く聞き入れてくれなかったんですよ。それじゃあ彼のお金は使ってないってこと？家族として兄はこちらに時間を使ってくれることもありますが、基本的にあゆみさんを優先していたと思いますし、私たちは私たちで問題なく生活できるので、お金に関してもあゆみさんと自分に使っていたと思いますよ。じゃ、私の勘違いってことじゃない。勘違いだったって言えば彼も許してくれるわよね。え、結婚式だってもう一度やり直せばいいし。兄はあなたとの結婚を白紙にして別れたのでは？私が別れるわけないでしょ、こんな好物件と。よかった、私たちの選択は間違ってなかったみたいです。何の話？警察が動き始めています。警察？兄の力とコネを使って刑事と民事両方で訴訟を起こされますよ。なんで？どうして私が訴えられるわけ？ちなみに民事で訴えるのはうちの母です。結婚式に呼ばなかったくらいで訴えるとか大げさにも程があるでしょ。いえ、訴えるのは5年前の事故の件です。え？5年前私の父と母は横断歩道を渡っている時に信号を無視した車にひき逃げされているんです。父はその時亡くなりました。母はご存知の通り車椅子生活になりました。ちょっと待ちなさいよ、私は関係ないでしょ。5年前あゆみさんは当たり屋がぶつかってきたって言っていましたよね。男性と女性の2人組で、女性が東北なまりでうるさかったと。そうだけど。私の母の実家は東北です。普段は方言も出ないんですけど、東北に帰った時と感情的になった時は強い東北なまりが出るんです。そんな人5万といるでしょ。それに母がひき逃げした車のことを覚えていました。電柱にぶつかった後急いで逃げていったと。その時の車の特徴とナンバーをところどころ覚えていたんですよ。ところどころ？ところどころだったので確証もなく、車もありきたりの車だったので
捜査も進まなかったんですけど、あなたが犯人かもしれないと当たりがついたら、あとは調べるだけなので簡単そうですね。事故なんか珍しいものでもないでしょ。私だって証拠残ってもいないでしょうし、だって5年前なのよ。それは調べればわかります。5年前の事故が起きた時、あなたがスマホで誰と話していたかとかね、位置情報で場所だってわかりますし、父と母が事故に遭った時間と同じ時間にあなたが電話をしていて、その相手が事故の音を聞いていれば十分裁判で証言として成立すると思います。ちょっと待って、まさかスマホで調べるっていうの？兄があなたからいろいろ情報を聞き出しているはずです。5年前に使っていたスマホがどこにあるのか、結婚式白紙する前にいろいろ聞いてきたのってそれだったの？結婚は白紙になりましたけど、招待客にはあなたの親戚や親しい友人がいたので5年前の情報収集には困らなかったそうですよ。5年前電柱にぶつかった車を処分してほしいとスクラップ工場で働くご友人の旦那さんにお願いしていた話とか。そんな、あなたと電話している時に大きな音が聞こえて急に電話が切れたと言っているご友人とか、事故の状況を散々聞かされたご友人の話とか。待って、嘘でしょ？違うの、私信号無視っていうか見えてなかったっていうか、っていうかただちょっとぶつかっただけだし、私避けようとしてハンドル切ったし、まさかあんたたちの両親で血が亡くなってるとか思ってなくて。ここからは結婚がどうこうじゃなくて5年前のひき逃げ事件のお話になります。警察側には当時決定的な証拠にならなかったとはいえ、近くの防犯カメラに映っていたあなたの車の映像も残っています。警察と弁護士が動くので覚悟してくださいね。嘘よ、こんなことになるなんて、ただ結婚式の出席を断っただけなのに。結婚式も塾もあなたにとっては些細なものなんでしょうけど、私たちからしたら父の存在も母の足も些細なものじゃないんです。ひき逃げは運転する者として最もしてはいけない犯罪ですよ。保身ばかり考えて我が身が一番可愛いと思っているあなたにはそれ相応の罰を受けてもらいますから、覚悟していてくださいね。本格的に警察が捜査を開始して、母の当時の証言や彼女の周りの人の証言もあり、最終的には彼女本人がひき逃げを自白したそうです。その結果彼女は逮捕され、民事でも訴訟を起こされ、さらに結婚式の費用の請求など弁護士である兄に全力を出されて敗北。結局彼女は莫大な額の借金を背負い、罪も背負い、いろんな人に縁も切られて一人になったと聞いています。刑務所から出てこられたとしても彼女には借金地獄は待っているんでしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。